はい、皆さんこんにちは。東京カレッジの連続シンポジウムコロナ危機後の社会の総括シンポジウムを始めたいと思います。私は東京大学の総合文化研究科の教授、現在理事副学長をしております藤垣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずこの連続シンポジウムの趣旨と内容、そして今日の総括シンポジウムの全体像をご紹介したいと思います。スライドをお願いいたします。はい、ここにありますのは、この、1ヶ月の間にですね、行いました、同じ名前で行いました6つのシンポジウムを紹介しております。シンポジウムの1が大学の教育および研究、シンポジウムの2が医療、シンポジウムの3は連帯の社会システム、シンポジウムの4は気候変動とパンデミック、シンポジウムの5はコロナ後の経済と生活、そしてシンポジウムの6は文化活動でございました。ちょっとこのスライドは字が多すぎますので、もう少し詳しく見ていきましょう。シンポジウムの1では、新状態における大学の可能性と責務ということで、当時の理事副学長であられた、福田先生がコーディネーターとなりまして、ここに書いてあるような井上先生、栗田先生が話題提供者となり、青野先生のコメントをいただきました。シンポジウムの2では、非常事態にも強い医療体制と社会ということで、南学先生がコーディネーターになられ、西田先生、源田先生の話題提供とともに、須崎先生のコメントをいただきました。シンポジウムの3では、脆さ弱さとともにある連帯の社会システムへということで、福永先生がコーディネーターとなり、堀江先生、今井先生、熊谷先生に話題を提供していただきました。第4のシンポジウムは気候変動とパンデミックということで、小熊先生にコーディネーターをお願いし、亀山先生、吉村先生に話題提供していただき、前田先生にコメントをいただきました。5つ目のシンポジウムはコロナ後の経済と生活ということで、星先生にコーディネーターをお願いし、北尾先生、中田先生が話題提供を行い、富山先生にコメントをいただきました。はい、6つ目のシンポジウムですが、文化活動の持続可能性を模索するということで、小林先生がコーディネーターとなり、平井先生、榎本先生に話題を提供していただき、大木先生にコメントをいただきました。このような形で6つのシンポジウムが行われました。本日はそれらのシンポジウムを総括するということでですね、それぞれのシンポジウム同士の議論を通して議論を深めたいと思っております。またこの連続シンポジウムの趣旨と内容につきましては、別に羽田カレッジ長が説明するビデオを東京カレッジの YouTube のチャンネルで公開しておりますので、ご覧ください。まず、今日の総括シンポジウムの全体の流れをご説明いたします。総括シンポジウムは2つの、パートからなっています。まず第1部では、6人の6つのシンポジウムのコーディネーターの先生方から、まず5分程度で各シンポジウムを総括していただきます。その後に、その6人の先生方にですね、他のシンポジウムの報告に対する感想を述べていただきます。でその後に、例えば経済と医療とか、その6つの中で、交錯するような議論、手について議論をするということを行います。これが第1部の内容です。第2部になりましたら、東京カレッジの若手研究者2名の先生方から、それぞれ6人の先生方にご質問を用意しておりますので、そのご質問を披露していただき、それに答えていただくということを行います。これが第2部の内容になります。そして最後に東京大学の総長の藤井先生の方からコメントをいただくという形で動かしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは6つのシンポジウムのうちの第1シンポジウムの報告に入りたいと思います。シンポジウムの1は、新状態における大学の可能性と責務ということで、コーディネーターは当時の理事副学長であられた福田先生でした。ただ、今日福田先生はちょっとご都合がつきませんでしたので、代わりにですね、大久保理事、現理事の大久保先生にお願いしております。で、大久保先生は現在、東京大学のコロナ対策のタスクフォースの座長をしていらっしゃいまして、現在は、25日に迫った、東京都のあれですね、緊急事態宣言に備えて、いろいろなことを尽力されていらっしゃいます。それでは大久保先生、まずシンポジウムの1のご報告をお願いいたします。はい、福田先生のまとめられた資料を紹介させていただきたいと思います。2021年3月24日9時から10時半まで、東京カレッジコロナ危機に関するオンラインシンポジウムシリーズの第2弾、コロナ危機後の社会、長期的な視点から見た新状態とはの最初のシンポジウムとして、新状態における大学の可能性と責務を開催した。コロナ危機は大学の教育研究活動にも多大な影響を与えていることから、本シンポジウムではコロナ危機の後の新状態において、大学はどのような責務を果たすべきか、コロナ危機の経験を生かすことで、どのような新しい教育、研究の可能性を見出せるかについて議論することにした。特にエビデンスに基づいた議論をすることが重要だと考え、この1年間、大学で実践してきた取り組みを報告し、これをもとに議論を進めた。具体的には、まず新型コロナウイルス対策タスクフォース座長である私から、新型コロナ感染症の防止と大学活動の活性化の両立に向けたさまざまな取り組みについて報告した。次いで、東京大学医科学研究所の井上純一郎特命教授から、COVID-19 治療薬の開発を通じて思う大学における研究体制の二面性として、想定外の事態に対する大学の研究の重要性とその限界について話があった。続いて、東京大学総合教育研究センター教育学研究科の栗田佳代子准教授現教授から、コロナ禍対応のための授業オンライン化、東京大学における教育の転機として授業オンライン化の全学一斉立ち上げの経緯、オンライン授業の改良、さらにはオンラインが当たり前の授業形態として定着する中での新しい事業様式についての考察が報告された。これらの報告を受けて、毎日新聞の青野由里氏から、大学の外から見たときにどのように見えるかについてのコメントがなされた。とりわけ、これらの取り組み自体は素晴らしいが、社会からはほとんど見えていないとの指摘がなされた。最後に全てを総括して、新状態における大学の可能性と責務について議論した。議論は以下のようにまとめられる。1、コロナ禍のような不測の事態におけるレジリエンスへの大学の貢献。目的思考型の研究ではなく、大学のキュリオシティドリブンな研究により、蓄積されたシーズこそが不測の事態解決の糸口になる。そのため大学のキュリオシティドリブンな研究により多様なシーズを蓄積し、大学の総合値を生かした提案が重要である。一方で、シーズの社会への適用においては、民間とのいち早い競争研究が必要である。2、新状態にふさわしい新しい教育研究様式への転換。今回のコロナ禍で重要性が指摘されながら進んでいなかったオンライン形態の授業が一気に広がった。その結果、多くのオンライン形態の授業が実践され、オンライン事業に関する研究が一気に進みつつある。今後、新たなオンライン事業と対面事業を組み合わせた事業形態が確立され、大学教育の在り方が変わると予想される。こうした新たな教育研究の発展には、それを支える情報システム基盤の整備、高度化が緊迫の課題である。研究においても、今回のコロナ禍で研究の遠隔化、スマート化が加速されつつある。これに伴いロボット化、学術情報大量データの処理技術とセキュリティ対策、個人セキュリティの強化など、新たな研究体制とそれを支えるシステムの充実が求められる。また、遠隔コミュニケーションの発展は、新たな国際連帯研究を生み出しつつある。これに向けての戦略が必要である。一方、このような変革の時期において、障害のある人や弱者が取り残されることがしばしば起きることから、インクルーシブな教育研究の実践がぜひとも必要である。以上でございます。続きまして、シンポジウムの2を担当されました南学先生からご紹介をお願いします。南学先生は医学系研究科の副研究課長、教授でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。はい、藤垣先生、ありがとうございます。シンポジウム2、非常事態にも強い医療体制と社会について、総括させていただきます。話題提供者としては、日本集中治療医学会理事長の西田修先生、それから社会科学研究所の現在、すでに所長になられている源田先生をお招きし、コメンテーターとして国立国際医療研究センターの感染管理認定看護師である杉木様をお招きして行いました。ご存知のように、現在第4波が来ていて、医療崩壊の危機にあります。関西はもう非常に重篤な深刻な状態になっています。1月の時点でも東京もかなり深刻な状態にあって、例えば1月の時点ではハイリスクでコロナになったら直ちに入院させなければいけないと厚労省が言っている透析の人もすでにベッドが満員で、直ちに入院はできない、ベッド待ちをしなければいけない状態にありました。今は多少改善していますけれども、今後、第4波が深刻になってくると、さらにひどい状態になる可能性があり、本日付でまた日本透析会の方から通知を出しております。集中治療医学会の理事長である西田先生は、レジリエンスの高い医療提供体制の構築を目指してということでお話をいただきました。日本における集中医療体制ですけれども、非常に集中治療のレベルは日本は高いです。世界でトップクラスで、ご存知のように、新型コロナウイルス感染症にかかっても、先進国の他の国に比べても死亡率はかなり低く抑えられています。で一方、ICU のベッド数が少ない、それから集中治療の専門医が少ない等々のさまざまな問題があり、患者数が欧米に比べて非常に少ないにもかかわらず、すでに医療崩壊の危機にある。でそれがなぜかということについて解説をしていただきました。で今回、特に事態が深刻なのは、このコロナの患者数が一旦増えて、さまざまな対策をして減ったときに、重症の患者さんというのはどうしても長引く入院が長期間になるので、重症の患者さんの数が減っていくスピードというのは、感染の患者さんの数が減るのにも、緩やかにしか減少しないということであります。でこのことは何を意味しているかというと、この第何波というピークの間のこの底を当然非常に低くしなければいけないのと、それからその間隔を大きく空けなければいけない。そうでないと、重症患者さんのいわゆる積み残しで、まだ入院患者さんが、重症患者さんがいっぱいいるにもかかわらず、次の波が来てしまうと、これはもう対応できない。で今回、第3波と第4波の間が非常に短いので、今後、さらに事態が深刻になることが強く予想されるわけです。で、COVID-19 の患者さんの数が欧米に比べて少ないにもかかわらず、日本の医療制度上、医療崩壊の危機にある。で、これは日本の医療制度の問題にあるということがご指摘になりました。で、これは日本の大病院というのは、保険制度上、この3つの条件を保たないと経営が成り立たない。多くの患者さんの手術をし、常に満床にし、患者さんを次々に入院させて退院させないと経営できないというような状況に病院は置かれています。で、こういった状況で、コロナの患者さんのために空床を確保する。で、さらに、その受け入れのために、手術数を減らす、あるいは満床でない状態にするということは、直ちに病院が潰れてしまうことを意味します。こういったことで、日本の制度というのは、この COVID-19 の患者さんが増えることに対応できないような医療制度になってしまっています。で、さらに、この集中治療室に入る人たちは免疫が低下している人が多い、院内感染、クラスターを起こしやすい、それが発生すると非常に大きな問題になる。で、病院全体がストップしてしまいます。で、さらに、この重症患者さんの治療というのは、人手がものすごく重要です。1人の COVID-19 の患者さんを受け入れることは、通常の重症患者さんの4人分のスタッフが必要です。このために、このいろいろベッドがあるでしょうということを国が言いますけれども、人手が全く足りていない、やはりこの観点からも対応できるような医療体制にはなっていないという、そういう問題点のご指摘がありました。で、そういったことを踏まえて、今後、遠隔 ICU の整備、あるいはデジタル医療というものが重要ではないかというご指摘もございました。これは遠隔から重症患者さんをさまざまに対応するということで、今回のこの重症患者さんにかかわらず、遠隔医療というのが世界各国でこのコロナ危機において大きく注目されています。で、東京大学の方でも、これ、遠隔医療というのは医学だけではできない、工学系を含めたさまざまな技術開発が必要で、臨床生命医工学連携研究機構を中心として、そういった取り組みがすでに進んでいます。5月にも世界各国のトップリーダーの先生方に来ていただいて、ウェブシンポジウムを開催する予定です。それから源田先生は、医療関係者への差別に関するご講演をいただきました。この医療関係者への差別というのは日本特有の現象で、世界の他の国々の先生方に伺っても全くそういったことは感じない。世界各国で医療従事者は感謝をされることはあっても差別されることは全くないというコメントをいただいています。で、これが日本特異的な現象として起こっているのは何かということを源田先生は考察されました。で、3つの仮説をご教示いただきました。1つは見える恐怖への標的化。これはコロナウイルスというのは見えない、目に見えないちっちゃいものなわけですけれども、テレビとかで映る場合には必ず電子顕微鏡の写真が出ます。何かその見えるものとして、この人は危機に対応する。で、ウイルスが見えない場合、その代替えの恐怖の標的として何か本能的に置いてしまう。それがこの実際に危機に対応している医療従事者を標的としてしまう可能性。それから医療従事者というのは日本では非常に大きく期待されているので、そういった中で、この完全にこのコロナが抑えられないというこの期待に対する反動で、逆にこれが全く逆の仮説になりますけれども、公的対応への不満の代理人となっている。これは日本人というのは実は公的機関にはあまり期待していないという、評価があって、基本的に自分たちで頑張る、あまり政府とかには期待していない国民だということです。で、そういったその公的機関の代表として医療従事者がこの場合代理人となってしまって、その不満から医療従事者を差別する、そういったことが起きているのではないかという3つの仮説をいただきました。で、そういった不安に対してどのように対応するかということで、3つの対応処方法を源田先生からご教示いただいています。1つはネガティブ・ケイパビリティ。決断や決定を急がず、不確実な状況にまずこれを耐えていくということ、すぐ対応しない、それからブリコラージュ、これは現在、手持ちのものでなんとか対応すること、それからウィークタイズ、これは自分と異なる境遇を生きる人々と無理ない関わり合いをして、お互いいろいろなことを気づきながら、緩やかに関係性を保って対応する、こういったことがこのコロナ危機に対応すべき重要な姿勢ではないかということをご教示いただきました。私からは以上です。はい、南学先生どうもありがとうございました。大変下に富むまとめでございました。はい、続きまして、シンポジウム3の報告に行きたいと思います。連帯の社会システムに関するもので、福永先生よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。福永です。藤垣先生どうもありがとうございました。そうしましたら、私の方から、シンポジウム3、諸佐洋作ともにある連帯の社会システムへの、ご紹介をしたいと思います。こちらについてはですね、まずその問題意識として私たちが共有していたのは、当たり前の社会システムとして私たちが使ってきたものがコロナ禍において非常にその牙を剥くような形で、新しく抑圧であったりとか、あるいは生きづらさというものを感じる人たちを生み出してきたということ。で、その当たり前っていうのがですね、実はもともとその人々の生を支えるシステム、それ自体が抱えていた脆さ、弱さのところに乗っかっている当たり前で、例えば家族と労働という2つの主要な社会保障の枠組みの中に私たちは生きていますけれども、こうしたものから、外れてしまうということが、様々なその隙間に、制度の隙間に、人々を落とし込んで、なかなかそこから、自分を回復することも難しい、そういうそのいわば谷のようなところに落ち込んでしまう状況を生むわけですけれども、またその、生来のその、社会が持っている不安定さですね、雇用不安だけではなくて、様々なそのリスクが、いろんな形で個人の目に降ってきて、それをマネジメントしなければいけないという難しさ。そしてそれがある種その新自由主義的な形で、常にマネジメントを迫られていくという、常に私たちが、実験的な日常にさらされるということがですね、ある種のその、もともと人々が持っている社会的スティグマをさらに、こうした困難に追い込むようなものに、トリガーにしてしまうという状況があるのではないかと。で、この2つの中で、その人々がその脆さと弱さを抱えるということが日常的に、自然化されていてですね、まさにそのコロナ禍というのは、こうしたその当たり前化されてしまった脆さと弱さというものを、強めてしまっている傾向になるのではないかという問題意識を私たち、パネリストとともに、共有しておりました。で、その中でですね、死生学応用倫理センターの、堀江宗近先生が、コロナ禍がはらむ命の選別と連帯の可能性ということで、もともと宗教学がご専門の先生なんですけれども、今回は、コロナ禍で現れた命の選別の論理と社会支援配分の論理、もともとこういったその論理の背景には、社会文化的な、特に宗教的な観念が非常に強くあるわけですけれども、堀江先生自身はご自身がされている社会的調査の結果からですね、リスクの予測と計算が人々の生存可能性を狭める現実があったり、特にその高齢者に人工呼吸器の使用を断念するように、医学関係者が同意を取りに行くという言葉を使うことに着目されて、災害トリアージではない形の命の選別の論理がどうもそこに働いているということを、ご説明されました。で、特にその終末期における延命治療有無の確認の際の人工呼吸器使用の言葉と論理というものが、コロナ禍においてあらかじめ対象者を選別するという言葉と論理に横滑りしていること、そしてその結果として年齢による資源配分の論理というものが、新しく当たり前化されているというその標準化の恐れというものをご指摘されています。こうしたその高齢者っていうところが新しくそのリスク、それからリスクを引き受けたりとか、あるいはそういったその命の選別の論理の対象になってしまうという、そういう新しい階層性が浮かび上がった中で、もともとその10年以来ですね、10代の孤立を解決するために尽力されてきた NPO 法人の D×B と書きますけれども、DP の今井紀明さんが、もともとその10代の中でも福祉システムと教育システムの間に落ち込んでしまって、生きるのがやっぱり難しくなっている人たちがいたということ、そしてその支援をされてきた経験から、実はコロナ禍において彼らが非常にまたさらに厳しい状況に置かれていて、生きづらさや貧困の経験を社会的なスティグマ化にさせないために、今ここで行う支援というのは非常に重要になっていると。で、その10代がある種空間的にも社会的にも封じ込められてしまうような、例えばコロナ禍で学校に行けないという形になると、まさに封じ込めが続くわけですけれども、その中でもともとされていたそのセーフティープレイスをリアルな場として構築する仕組みについて、どういったものがあるか具体的な事例をお示しくださりながら、ネットを使ってリアルのその人脈であったりとか居場所に結びつけていくような、そういうその地域ごとのスポットを作っていく仕組みをご紹介されました。で、特にコロナ禍ではですね、自立せざるを得ない、もともと一人暮らしを10代からしなければいけない、そして高校の例えば学習費も自分で稼がなければならない10代に、飲食店などのバイトができませんので、困窮が非常に極まっていて、食料や現金給付を始めたという新しい取り組みの中で、この10代の孤立という、高齢者とは違った形の分断が現れている状態を、問題提起されました。3人目にはですね、その熊谷慎一郎さんが先端科学技術研究センターで、バリアフリー支援室長をされていますけれども、総障害者化という極めて刺激的な問題提起をされました。障害の社会モデルに基づくアイディアで、もともとその身体っていうところも含めてですけれども、社会環境とのミスマッチというのが障害という形で現れるとすると、今回のそのコロナ禍はですね、身体が変化しなくとも、自分自身が変化しなくとも、突然社会環境とのミスマッチでこうした障害というものを感じる人たちが増えると。つまり障害が普遍化したという現実を指摘されました。で、その上で、もともと分布していた困難と、その困難の内容というのが非常に変化してきたこと、例えば、障害者が地域で生きることを目指してきたような、そういったその団体の代表の方が、地域で生きるといってもコロナ禍の中でずっと部屋の中にいたら施設にいるようなものだと、そうしたそのこれまで努力してきたさまざまなその依存先を増やすとか、存在を可視化するとか、差異をちゃんとその社会の中に見えるようにするということが、すべて蓋をされていくような封じ込めで不可視化されていくということ。で、そのコロナ禍におけるそうした中での障害者の健康格差が生まれている現状をご指摘されて、最後にではその医療教育という形の部分でも、そのミスマッチやアクセス障害はそもそも、認識されない状態であることが、こうした分断をさらに深めていくという現状を指摘されています。同時にもちろんその医療教育によってそこが開く、もっと違う形にポジティブに開き得る可能性もご指摘されました。で、こうしたそのそれぞれの立場は全く違っているんですけれども、一旦そのシステムが当たり前化されてきたシステム、そしてコロナ禍の中で新しく当たり前化されようとするシステムの中で、そのシステムの脆さ、弱さが引き起こす困難と分断の変化がいかに私たち把握できているのか、できていないのではないかということがまず共有されました。で、その中でいくつか共通したキーワードが出てきまして、一つはやはり不可視化ということ、困難に見舞われる人々や分布の偏りとかそういったものが標準化される、当たり前化される中で見えなくなっていくという現状が非常に高スピードで進んでいるということ。そしてもう一つは、社会資源へのアクセスが阻害されていることを当たり前化する論理の滑り込み。例えば、リスクの対象者だから仕方がない。それから生産性が低い人だから、例えば高齢者とかですね、貧困にある若者とか、そういった言葉で、さりげなく当たり前化されていくそういった論理の滑り込みがさまざまな形で可視性を人々から奪っているということですね。で、なおかつその共依存に陥らなくて済むためにも、つまり私とあなたという形での共依存に陥らなくて済むためにも、コロナ禍は例えば家庭であったりとか、そういったところにすごく狭いところに依存先を限定するということが封じ込めも含めてありますけれども、そうではない複数の依存先を社会で作るということが、ケア、教育、医療のどの現場でも実は必要で、このためにどんなネットワークが実際にできるのか。で、それは今まで私たちが考えてきた連帯、その連帯は安易なその言葉だけの、連帯ではなくて、つまり差別や同調的、同化的な疑似連帯と呼ばれるものもやはりたくさんポップアップしてくるわけですけれども、そうしたものとは違う実際の連帯をこうした現場で作る必要があるということが確認されました。このシンポジウムの、まとめは以上です。ありがとうございました。はい。福永先生、どうもありがとうございました。物の見方を変えるようないくつもの概念枠組みを提供いただきましてありがとうございました。複数の依存先疑似連帯というのは先ほど源田先生が挙げたウィークタイズとちょっとパラレルなので非常に面白いと思いました。ありがとうございます。続きましてシンポジウムの4、気候変動とパンデミックということで、小熊先生、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。小熊の方からご説明させていただきます。はい、私の方では気候変動とパンデミックと題したセッションの、コーディネーターをさせていただきました都市工学専攻におります小熊と申します。講演者といたしまして国立環境研究所の亀山靖子先生、そして東大生産技術研究所の吉村圭先生、コメンテーターとして太田株式会社の前田洋介様にお願いをいたしました。でこの気候変動とパンデミック、そもそもの問題意識といたしましては、世界が直面するリスクは、当然のことですが感染症だけではないというような前提のもとに、パンデミック対策として現在、普及すべく世の中が動いているこの新しい生活様式、あるいは新しい社会の在り方というのが、気候変動対策としても果たして有効なのかどうかということを議論したいという、セッションでございました。そのような観点からパンデミック対策と気候変動対策の共通点を探る、あるいは相違点があるのだろうかと、そういったことを議論したという、そのようなセッションでございました。でこちらのセッション中に頻出したキーワードというものを拾い上げてみました。一つは融合です。これは特に吉村先生からご指摘のあった内容なんですが、このような状況を踏まえて学問分野の融合、あるいは社会の融合が進むのではないかというご指摘です。まず1点目は気候変動対策と大気汚染対策というのが実は別々の動きがあるという、別々の側面があるということですが、その融合が進むのではないかというようなお話、それから、ワンワールドワンヘルスという WHO が提唱する概念がございまして、人と動物の健康と地球環境というものを一つの学問領域として統括的に科学しようという、このワンワールドワンヘルスの考え方が、もっと重要になってくるだろうというご指摘がございました。また感染対策と環境対策の融合、あるいは医学、疫学と地球科学の融合といったようなことも進むのではないかというご指摘がございました。続いて重要だと感じたキーワードが気候安全保障ということになります。これは主に亀山先生からご指摘いただいた点なんですが、気候変動対策というのはもはや一国の問題ではなく、国家の、しかも安全保障に関わる問題として認識されるようになってきたという話題でした。特に自然災害ですね、洪水、竜巻、台風、山火事など、例えばこれによる難民・移民の増加、それによる紛争の増加、治安の悪化などが懸念されるという点で、安全保障ですし、もっと直接的には国の軍事施設がこのような自然災害で被災するということに対する懸念として国家の安全保障として捉えている国があること、また国土が水没するというの、これもまさに国の安全保障に関わる部分ですが、そのような観点から今気候変動を捉えている国が多いと、増えてきていると、そのような話題提供をいただきました。続いて3点目ですが、重要なキーワードとして挙がったのが脆弱性という言葉です。これは気候変動とパンデミックに共通するものは何かということを話す中で出てきたキーワードですが、いずれも社会的弱者に一番影響が大きく出るといったような点で類似している問題と言えるのではないかという話題になりました。また最後にグリーンリカバリーというこの概念が頻出したという内容でございました。こちらは出てきた話題を私なりにチャートの図にまとめてみたものです。パンデミックと緩和適用というふうに題しました。パンデミックによる影響、いくつかのセッションの中で話題になったんですが、一つは経済活動がコロナ禍で低迷したことによって CO2 排出量が期せずして大幅に減ったと、また大気汚染が緩和したといったような事実が学術論文等で報告されているという話題提供がございました。でこれに対してその経済活動低迷から景気を回復していくにあたって環境関連の投資をすることで、環境にいいことをしつつ景気を回復しようと、これがグリーンリカバリーの概念といえます。具体的にはクリーン電力のインフラの設備の設置ですとか、あるいは省エネ技術の研究開発などにもっと投資しようという、これがグリーンリカバリーの考え方だと思います。こういったところで関連性が出てくると。でそのためにはやはり分野融合が重要であるし、また一層加速するのではないかといったような議論がございました。また一方で、人々の行動変容あるいは意識改革というところが、コロナ禍で期せずしてなのか、圧力に応じて、嫌をなく進みつつあるのではないかということ、それからそれを支える技術革新が、今まさに進んでいるし、また今後ますます進むのではないかと。例えば通信というのは、まさにそのようなインフラ、これから重要性をますます帯びていくインフラということだと思いますが、そういった話題がございました。で、これはやはり分野融合の加速と連動する部分だと思いますし、またそのような観点からグリーンリカバリーという環境関連投資が増えていく方向に動くのではないかと、これ半分期待を込めてですが、そのような指摘がございました。また、結果的に人々の行動変容や技術革新が進むことで、おそらく CO2 排出量の減る方向に選択圧がかかるのではないかということも期待されます。で、ここで気候変動の話にもう一度戻りますと、気候変動の分野では古典的にというか古くから緩和と適応という言い方がなされます。で、このパンデミックによって CO2 が減った、あるいは CO2 排出量ができるだけ少ないような分野に投資をするグリーンリカバリーの動きがあるというのは、まさに気候変動の緩和策として位置づけられるだろうということで、いわゆるミチゲーションというところになろうかと思います。また一方で、このグリーンリカバリーや分野融合、そして人々の行動変容によって、これからできてくる新しい社会というのが、気候変動に適応できるような社会の方向に動くのではないかということで、これ広い意味で、アダプテーションの一部と捉えてもいいのかなと、この矢印を私なりにいろいろつけたり消したりしながらつけたところなんですが、こういう捉え方をしてもいいのかなという一つの案です。で、ここでこのセッションシリーズに関わってくる新状態、ニューノーマルというところですが、実は同じようにこのグリーンリカバリー、分野融合、そして人々の意識改革、技術革新などを踏まえて、新状態へ移行してさらに適応していくという、新たなアダプテーションの中に新状態というのが入ってくるのではないかというようなことで、つまり従来適応策というともうすなわち、気候変動への適応策を指していたわけですが、これから適応策という言葉を使ったときに、気候変動だけではなくて、気候変動と新状態、ニューノーマルへの適応というような観点で策を練っていくことが重要なのではないかと、そのように考えたという次第でございます。雑白ではございますが、私、以上です。ありがとうございます。どうもありがとうございました。適応策というのが気候変動問題に限らずパンデミックにも応用できて、これからの適応策という形で広くまとめられるということで大変素敵だったと思います。ありがとうございました。はい、続きましてコロナ後の経済と生活ということで、経済学研究科教授のそして東京カレッジ特任教授の星先生、よろしくお願いいたします。はい、藤垣先生、どうもありがとうございます。経済の会を担当しました星です。それでスライドの方をちょっと共有していただきたいと思うんですけれども、この連続シンポジウム、東京カレッジでやるのは、これが実は2回目なんですね。それで去年は1回目、コロナ危機を超えてっていうタイトルで連続シンポジウムをやりまして、でその時も僕は経済の会を担当して、で今回、そのコロナ危機後の社会ということで、また経済の会を担当しましたので、その両方についてですね、ちょっと報告したいと思います。で、去年はコロナ危機を超えて、で、今年はコロナ危機後の社会ということなんですけども、現在の状態を見ると、超えてもいなければ、なかなかコロナ後にもならないっていう、そういう非常に大変な状態になっていて、でこの日付を見るとですね、去年第1弾をやったのは6月、それから今年今やったわけですけれども、第1弾も第2弾もその非常事態宣言が終わるたびにこれからコロナ後だということで前向きなシンポジウムを行ってきたんですが、なかなか事態が収束しないと、この分だともしかしたら第3弾もやることになるんじゃないかなと思ってるんですけれども、それで最初の経済の方ですね、第1弾と第2弾でどのような議論が行われたかということを、まず第1弾の方をちょっと簡単に復習したいと思います。第1弾は、誰が来たかということ、誰が出演したかということはここでは言いませんけれども、4人の経済学者と僕が話して、でいろんな経済のいろんな側面でどんなことが起こっているのか、今後の課題は何かということを話しました。で消費を見ると変化は、起こってそうでそんなに起こってないという側面もあるんですが、他にいろいろ大きな変化が起こっていると。例えば費用対出のメカニズム、倒産がどれぐらい増えているかっていうと、これはかえってコロナ禍で減ってしまっていると、その対出のメカニズムっていうのが弱っているっていうことが分かったり、あるいは雇用の方では、その全体的には雇用が減っているわけですけれども、特にその特定の産業、それから職種っていうところで、雇用が失われたという事実もあるということ、それで最後ですね、その生命と経済の両立をどのように実現するか、今回のそのコロナ危機っていうのは、他の経済の方から起こってくるショックとはちょっと違って、その経済の方を立て直そうとすると感染症が広がってしまう、感染症の広がりを食い止めようとすると、経済活動を制限せざるを得ないということで、そのトレードオフが生まれてくる、その両立をどのように実現するかっていう、そこが重要だという、そういう指摘がありました。で、全体的に出てきた一つのメッセージは、一つの点はですね、その現状を正しく把握するのにも、それからそれに対する有効な対策を立てるにも、タイムリーなデータが必要で、そこで欠けてる点が結構あるんじゃないか、こうしたところが、その第1弾の去年のですね、パネルディスカッションで、シンポジウムで、経済のところで出てきた問題の大きいところかなと思います。で、今回の第2弾ですが、これは第1弾で出てきた問題の中では、特にですね、生命と経済のトレードオフという点に、特に焦点を当てて、話したと思います。で、お招きしたのは、同僚の中田先生と、それから北尾先生ですね、それに富山さんをコメンテーターに加えてやりました。で、中田先生は同僚の藤井先生と一緒に経済を組み込んだ感染症のモデルを推定してまして、これ、ホームページでも発信しておられますし、毎週火曜日にアップデートを Zoom でやってるようですから、もしかしたらご覧になった方も多いと思うんですが、彼に話をしていただいて、それで一つ重要だと思った点は、その経済への短期的な打撃を緩和しようとする政策ですから、感染症を封じ込めるのを完全にはやらないで、その経済の方に気にして、完全にはやらないで、また経済を復活させようとすると、またその先にその経済活動を制限するような非常事態宣言とかをまた出さなきゃいけなくなって、結局長期的に経済もそれから生命も両方とも悪くしてしまうっていう、そういうこともあり得るっていうことがモデルから出てくる、そこのところが非常に興味深いところだったかなと思います。ですから短期的に経済を良くしようとする政策が長期的にはかえってトレードオフを悪化させてしまう。もしかしたらその日本の政策っていうのはこういった側面もあったのかなとも思わせるところもあるわけです。それから北尾先生は労働雇用の面に注目されまして、これがコロナ禍でですね、その雇用の全体を見るとこれ特に去年の暮れとかは雇用がかなり復活したので、全体を見れば失業率もそんなに上がりませんでしたし、他国に比べればそれほど大きな影響はなかったんですが、ただその大きな被害を受けた人たちがいて、でその結果としてその人たちはもともとコロナの前からその所得が低いとか、それから雇用がそもそも安定しなかったとかいう、そういう人たちにその被害が集中して、もう以前から拡大していた格差っていうのを広げることになったっていうのを指摘されました。で、政府はそれに対応するために、その雇用を維持するためにですね、あるいは生活を維持するために、例えば雇用調整助成金とか持続化給付金とかいろいろやったわけですけれども、それがなかなかうまくいかなかったということもあると。でその大きな原因は、このシンポジウムで指摘されたのは、その政府の対応が崩壊しつつあると言っていいと思うんですが、昔の日本の経済システムを前提としていたということで、例えば人々の生活を守るために、労働者を守るため、雇用を守るため、基本的にやってたことっていうのは、企業を助けて、その企業が人をクビにしないようにするっていう、そういう雇用を守るっていうことをやっていたわけですけれども、これは昔のというか伝統的な終身雇用制度っていうものを前提にしたやり方で、今は終身雇用でカバーされていない人たちが増えていて、そういった労働者を助けることができないっていう、そういう問題があったということが言えます。ですから一般的に言えることは、このシンポジウムで一つ出てきたことは、そのコロナ危機っていうのが、すでに存在していたその日本経済の問題ですね、こういったショックが起こったときに、実はそれを解決できるような対応策っていうのが、昔は解決できたんだけども、今は対応できなくなっているっていう、そういうことが明らかになったということだと思います。先ほど福永先生から指摘がありましたけれども、その当たり前だと思っていたセーフティーネットがなかったっていう、そういうことが少なくとも経済の分野では、雇用の分野では明らかになったっていうのがコロナではなかったかということです。それでもう一つ、それと関連して出てきた論点っていうのは、そのコロナ後の経済と生活、これどっかでは来ると思うんですが、それはいろんな意味で皆様が指摘されたように、新しいものになっている、今までとは違っているわけですね。そうすると、そういったコロナ後の経済に適応したような企業とか、適応したような行動とか、そういったものが起こってこなきゃいけないと。企業経営で考えてみると、そのトランスフォーメーションというものがいろんな分野で起こってこなければいけない。そういったところが起こってくるか否かというのが、これから重要な視点になるだろうと、企業とか労働市場もそうですし、それからセーフティーネットもそうですし、危機対応全般についてもそういったトランスフォーメーションが起こるか、それがこれからのキーになるのではないか。で、それを見極めて、どんな政策が必要かって見るためには、やはり第1弾のシンポジウムと同じにですね、タイムリーなデータ分析、それからその結果に基づいた政策を取るっていうことが、最初大久保先生からエビデンスに基づいた決定っていう政策っていうことをおっしゃいましたけれども、そういったものが必要になってくるだろうっていう重要になってくるだろうっていうことで、シンポジウムは終わりました。以上が、簡単な要約です。はい。星先生、ありがとうございました。経済の側面の本当にいろんな論点を提供していただいたと思います。ありがとうございました。はい、続きましてシンポジウムの6です。文化活動の持続可能性を模索するということで、小林先生お願いいたします。小林先生は人文社会研究科の教授でいらっしゃいます。はい、ご紹介ありがとうございました。小林でございます。私はですね、文化資源学研究専攻の文化経営学コースというところで、文化経営学という視点から文化政策とか文化共生というものを研究しております。それで今回のシンポジウムは4月15日に行われたんですけれども、今回はですね、日本フィルハーモニー交響楽団の理事長の平井邦俊様、それから文化庁審議官でですね、今回の新型コロナウイルス関係の、補正予算などを積極的に組んでくださったですね、榎本剛様を話題提供者にお呼びして、その上でですね、三井物産戦略研究所の主席研究員の大木義則様からコメンテーターとして加わっていただきました。で、こちらの問題意識とするとですね、今星先生がお話しされたことがまさにですね、なんていうかこう文化の状況でどういうふうに起きていたのかということを取り扱ったシンポジウムだったのだなというのを、今星先生のお話を伺っていて、改めて思いました。で、文化関係の状況というか、いろんなところに影響が起きているんですけれども、今回ですね、特に焦点を絞ったのはエンターテインメント産業を含むいわゆるですね、実演芸術という領域への打撃です。で、これはですね、皆さんもさまざまな報道で、ご覧になったこともあるかと思うんですけれども、このコロナウイルスが蔓延していく際に、ライブハウスでのですね、クラスターというのがすごく報道されたということがあったかと思います。で、ライブハウスというのは、いわゆる実演芸術の一つなわけなんですけれども、要はその生身の人間がですね、声や身体を使って、そこで飛沫を飛ばしながらですね、芸術活動というか文化活動を行う、そういうような領域なわけですけれども、その上さらにそれはですね、時間と場所が限定される芸術活動であり、経済活動なんですね。で、一つはですね、今ここに経済活動というふうに書いたんですが、こういう活動をやってらっしゃる方はあまり自分たちが、経済活動としてそれをやってらっしゃるというふうに、思ってらっしゃらないという特徴があるかと思います。で、さらにですね、要はその自分たちが芸術活動なりライブ活動をやるっていうことがすごく大事なことであって、それでですね、とりわけその収入を得てるという意識がない方たちというところも一つ問題なのかなというふうに思ってます。それで、こういう方々がですね、今回の新型コロナウイルスで大変に大きな影響を受けていると。で、こういう方たちはですね、ライブハウスの場合は一人で、例えば演奏なり何なりをするっていうことがあると思うんですけれども、ただ、この実演芸術というのは、その実際に舞台に上がってる人たちも含めて、あるいはそこでですね、機器を操作している人たちも含めて、ある時間ある場所に労働集約型でですね、芸術活動を行っている人たちです。で、この方たちはですね、さまざまな技術的な進歩がある中でも、なんていうか、その反対に技術的な進歩によって収入のあり方というかですね、収益構造みたいなものがずっと変化してきた人たちなんですね。それで、現状としてこういう方たちの芸術活動というのは、実際のそのライブの演奏とか、あるいはそのライブのパフォーマンス、いわゆる公演というものですけれども、そういうものに依存しているという状況があります。それから、こういう方々はですね、みんなある、なんていうのかな、団体にきちんと所属しているというよりは、フリーランスで行われている人たちが多いということです。で、そういう人たちが、実際にですね、先ほどの星先生のお話にもありましたけれども、支援なり何なりっていう話になってきたときに、非常にですね、難しい状況に置かれていたということがあるということですね。で、新型コロナウイルスの問題もさることながらなんですけれども、今回の問題でですね、やはりこれまでにもすでに問題であったんだけども、それがですね、非常にクローズアップされる形で見えてきたんじゃないかなということを私は考えていました。というわけで、そういうですね、状況に置かれている団体の一つであるオーケストラの方に一人ですね、話題提供者として入っていただくことにしたんですけど、ごめんなさい、これはですね、実はこのライブエンターテインメントという市場が、コロナの前まではですね、大変伸び続けてきていたということを表すグラフです。で、おそらくですね、コロナの問題がなければ、このライブパフォーマンスの産業というのはさらに伸び続けてきているっていうことが予想されていたんですね。というのは、先ほどもちょっと申し上げたんですけど、実はその音楽だとか、特に音楽に顕著なんですけれども、例えばそのレコードだとか CD っていったものが出てくる。それから実際にはインターネットの中でサブスクリプション化されてくるみたいな形の中で、そういうものでですね、収入が得られなくなってきてる状況があったわけですね。で、それをですね、むしろ実際の生の演奏で収益を上げる構造に、変わってきて、それがだんだん伸びてきたということがあります。で、そういう中でですね、日本フィルハーモニー交響楽団理事長の平井俊邦様に来ていただいて話題提供いただきました。で、日本フィルハーモニーは交響楽団はですね、民間の非営利組織なわけなんですけど、公益財団法人で運営をされています。で、この時にですね、紹介されたのはやはりその非営利組織の脆弱性というものを言われました。で、先ほども申し上げましたけれども、基本的にですね、オーケストラ、特に公的な資金が少ないタイプの民間のですね、事業者さんにとってみると、この演奏収入が得られない、つまりそのライブ公演ができないというところはですね、大変な経済的な危機に陥ったということをおっしゃっていました。で、さらにですね、実際にこの、オーケストラというのはさまざまな楽器奏者が集まってですね、演奏活動を行うということから、オーケストラ活動の特性から来る影響っていうのが非常にたくさん出てきたということで、一つはですね、芸術面を進化させていくっていうその場ができないということと、演奏をしていくにあたってですね、コミュニケーションを図っていく必要があるわけですね。研究者、例えば人文系の研究者なんかは一人で、研究活動みたいなものができるんだけれども、実際には、多くの人たちと一緒にコミュニケーションを取りながら、芸術活動をやっていく必要があるんだけど、それができないと。で、さらにその講演活動ができないから、財務面での影響が大きかったということが言われました。で、その時にですね、まだこの日本フィルハーモニー交響楽団のこの理事長さんはですね、もともと銀行で活躍されていた方で、そのマネジメント部分で経営判断をするということができる方だったわけですね。ただそういうことができない団体の方がほとんどなわけです。で、その中で実際の活動が行えないことから、急速にですね、こういう芸術活動ができなくなるような状況に陥ってしまったということが発表されました。さらに、実際にですね、日本の文化予算、公的な文化予算って非常に小さいわけなんですけれども、その文化芸術活動に対する支援の実態っていうのがトップランナーみたいな人たちに回っている部分があって、で、そういうところにですね、脚光が当たりやすいような状況もあります。その中で、民間事業者がですね、非常にこのコロナ危機の中で公的資金も少ない中で、苦しい状況になったということを言われました。で、それに対してですね、文化庁の審議官の榎本さんの方からは、文化庁としてですね、どのような対応を行ったかということをお話しいただきました。で、文化庁とするとですね、実は通常予算、大変少なくて皆さん驚かれるんじゃないかと思うんですけれども、大体ですね、文化庁の通常予算っていうのは毎年1000億円程度です。それで、令和2年度が1067億円で、令和3年度が1075億円なんですね。で、このうちのですね、生きて芸術活動をやってる人たちに回っていく芸術振興の予算っていうのは、大体この3分の1にも満たない程度の額がですね、文化芸術活動への支援という形で回っています。で、これに対して今回ですね、補正予算が3度にわたって組まれまして、第1次補正予算から第3次補正予算までのグラフというか表をこちらに出しましたけれども、このですね、3回の補正予算において、1000億円以上のですね、補正予算が組まれたと。で、これはですね、普段のその文化庁予算の1000億円を上回るだけの補正予算を確保し、これがですね、収益力強化とかそういう部分に一応支援が回ったということになっております。それで、昨日もう一度確認しましたけれども、このですね、補正予算が全て使い切られるほどに必要とされていて、実際に使われたということなんですね。で、このことをどう捉えていくのかということなんですけれども、そもそもはやはりですね、この分野で、それなりに、なんていうのか、活動をしていくにあたっての、文化芸術活動をしている団体、それから、人々ですね、フリーランスの方々も含めてなんですけど、そういう方々が非常に多いということというか、そういう人たちがちゃんといるんだということが、まあ、今回見えたということがあるかと思います。ただ実際にですね、そのフリーランスの方々にその支援をしようと思った時に、実はその方々のですね、まあ、身分といったら変なんですけれども、その自分たちが文化芸術活動を例えばやっていたのかやっていなかったのかっていうことを証明できるものがない、ということも問題になったそうです。それからまあ、フリーランスの人たちはそうですし、先ほどの日本フィルの場合は公益財団法人化をされてるわけですけれども、まあ、団体自体がですね非常にこう脆弱であって、まあ、実際に法人化されてないような団体も多い中で、こういう資金が用意されても実際には受け取れないみたいなことも起きていたと、まあ、それからさらにですね、まあ、プロとアマとは何なのかと。誰に対して支援するのかとか、アマチュアは支援しなくていいのかといったですね、そういう問題もまあ浮き彫りになったということなんですね。でこれ自体は実は、まあ、以前からずっと言われていることで、まあ、つまりその公的な文化予算をどういうふうに、まあ、配分するのかみたいなことが改めてここで、浮き彫りになったということが言えると思います。で三井物産の戦略研究所のですね、大木義則様からは、まあ、以下のようなコメントがありました。で実はですね、まあ、先ほどの日フィルの平井様のお話の中で、特にそのやっぱりその公益法人として活動してるわけなんだけれども、まあ、非営利活動ですから公益法人としてやってるわけなんですけれども、その公益性のまあ追求をしていくということをしていくときにですね、一応その芸術団体の公益法人というのは芸術活動それ自体がもうその公益事業っていうふうに規定されてるんですけれども、その公益事業としての芸術活動も、まあ、創造とか発表とかですね、鑑賞とか交流とか人材育成とか、まあ、いろいろあるんだと。ただその芸術活動として、まあ、講演活動をしてるだけではなくて、さまざまなですね、芸術活動を通じた、社会課題への解決への、まあ、寄与とかそういう問題も出てきているということをおっしゃられたんですね。でそういう意味ではその公益性の追求みたいなことをしていく以上ですね、もう少しその公益法人としての制度改革の必要みたいなことを言われました。でそれはですね、ちょっと非常に細かい話になっちゃうんですけれども、公益法人として、まあ、収支相償っていう概念がありますけれども、それがあるがためにですね、危機において、いわゆるその財務体質を強化しておくっていうことができない状況があるわけです。で、今回のですねこういう危機に、に直面して、そのやっぱり公益法人の持っているそもそもの制度上の問題みたいなことによって、危機に対応できないような状況っていうのが起きていることを大変ですねやっぱり憂慮されていて、何度かここが改善されないものかというお話をされましたし、そのことについても、改善の余地があるんじゃないかということを、大木さんの方からコメントいただきました。それから、性の外部性に関わる政策誘導っていうのを結構、文化庁の方で、されて、いたわけであって、それはですね、まあ、こういうその民間事業者による価値の創発促進っていうことがなされたんじゃないかということで、さまざまなですねデジタルテクノロジーも含めて、今回のその技術現在の技術やなんかを使って文化とか芸術のコンテンツみたいなものをさらに発展させていくようなですね、そういう方向性を誘導するような政策を、まあ、文化庁もですね、出したということがあって、それをまあ評価されていました。で最終的にはですね、やはりその文化芸術というとなんとなくですね個人の楽しみとか癒しだとかそういうような領域で考えられていて、まあ好きな人が好きなようにやればいいんだというようなですねものとして、まあ、理解されている。それから、まあ、今回のそのライブハウスの問題もありましたけど、なんとなくこう不要不急みたいなことのターゲットとして文化芸術みたいなものも入れられているような状況の中で、ちょっと今日詳しく話しませんでしたけれども、その公益財団法人とかですね、公共的な活動をやっている芸術団体というのも相当にある中で、そういうものをですね、公共財まで言っていいのかわからないんですけれども、公共財として認めながらもう少し、公的支援の必要性っていうものを考えてもいいんじゃないかということを お話しされました。私たちのシンポジウムは以上の通りです。はい、ありがとうございました。芸術活動の公益性の追求ということで、文化政策の将来を方向性についての大変示唆的なまとめだったと思います。ありがとうございました。はい、それでは、これでシンポジウム6つを同時に皆さんに聞いていただいたんですけれども、大変な情報量だったと思います。私自身も非常に短時間、たった1時間ぐらいでたくさんの情報をいただいて、刺激的だったと思います。で、このオンラインシンポジウムシリーズ第2弾の目的自体がですね、コロナ危機から得られた教訓は何か、それをコロナ危機後の社会の構築にどう反映させるのかについて多面的に考えるということで、この 6シンポジウムだけでも十分この多面性っていうものが達成されているのではないかと思って聞いておりました。せっかく6人のコーディネーターがここに一堂に会しておりますので、他の5つの側面の発表を聞いてですね、こういう感想を持ちましたで結構です。大体 1,2 分で結構ですので、6人の方々の感想を聞いていきたいと思います。まず大久保先生、お願いいたします。はい、私も全く同じ印象を持ちました。いかに我々東京大学の活動がですね、幅広い領域に及んでいるかということをまた同時に表す、発表だったと思っております。これを通じましてですね、まさに今こういった時代こそ大学の出番だということをですね、改めて実感したいでございます。一方で非常に私印象に残った発表、福永先生が熊谷先生の発表をご紹介された中でですね、そう障害者、非常にその強いことメッセージを熊谷先生が出されたということの中でですね、まさに連帯か分断かということが問われている。実は東京大学、私今執行部におりまして大学におりますけれども、まさに大学の中のステークホルダー、学生たちにとりわけまた学生たちが非常に厳しい状況が集中してきて、また緊急事態宣言今まさに入ろうとしている中でございますけれども、こういった中で大学の活動の中でですね、いかに分断ではなく連帯を作りながらですね、コロナ後の社会に向けてですね、我々がいかに進んでいくか、まさにその大学の出番というこの時においてですね、大學その後の進み方を間違いないように進めることの重要性を改めて今強く再認識して身が引き締まる思いでいるというのが正直今思っている印象でございます。簡単でございますが以上です。はい、大久保先生、ありがとうございました。続きまして南学先生、お願いします。はい、ありがとうございます。大変勉強になりました。私も福永先生のご発表で、年齢による選別とその人工呼吸器をつけないことの同意の議論があったときにちょっと違和感があったので、医療従事者の立場から発言させていただきます。まず、医療従事者は原則的にすべての患者を全力で助けに行きます。例えば、東日本大震災の時に、付近の透析施設が壊滅した時に、仙台社会保険病院だけが透析機が稼働し、あそこは佐藤俊信先生を中心とする医療スタッフが3日間、寝ずに透析機を回し続けて、周辺の患者を受け入れました。今回のコロナの問題ですと、第1波の時に急性腎不全がいっぱい出て、ニューヨークの私の友人のマイケル・ロス、アルバート・アインシュタイン大学の教授ですけれども、彼らは透析の機会が足りなくなったので、誰もやったことのない急性腹膜透析というのをセントラルパークでやることによってしのぎました。で、おそらく日本で人工呼吸器をつけない選別はされていないだろうと思うのですが、逆にイタリアのロンバルディでは3月には3分に1人コロナで患者さんが亡くなっており、そういった状況で行われていたというふうに認識をしています。また、イギリスでは1月には1日7万人が亡くなっており、これ日本だと14万人に相当する数で、日本だと今、7万人が感染しておりですね、日本だとマックスで、まだ1日8000人弱しか感染してないので、全く違う状況で、ロンドンで医者をやっていた友人に聞くと、酸素が足りないっていう状況になって、そんなことがその自分の人生で起こるとは思ってなかった。で、やっぱりその酸素投与の選別をしなければいけなくて、それがもうものすごく辛くて大変ストレスであると言っていて、このトリアージ、これは本当にその極限的な状況で医療資源が足りない、すべての患者さんに治療ができないときに、誰に対して最も有効に治療手段を用いることが全体に優位であるかということをするためのものになります。で、年齢については、今、スライドにお示ししていますけれども、これは OpenSAFELY というイギリスの1700万人の患者さんのデータを分析したものです。で、コロナの死亡リスクを見ているんですけれども、例えば有名なその糖尿病ですとか、それから腎不全は大体死亡リスクが2倍から3倍です。で、一方、年齢がその70から79だと死亡リスクが7倍、80歳を超えると15倍になるので、これはその年齢によって選別しているという考え方ではなくて、リスクによって選別しているというふうに考えていただくべきで、当然、その年齢が若くてもさまざまな他の合併症があってリスクが高い方と、例えば高齢で他の状況がいい人で、そういった極限状況にあれば、むしろそのご高齢の方に治療をするという立場もありうるので、そこら辺がちょっとその議論を伺っていて違和感があったので、医療従事者の立場から申し上げました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは福永先生、今のに反応しても結構ですし、もっと自由に感想を述べてくださっても結構です。はい、ありがとうございます。先生、ありがとうございました。ご指摘を私たちもやっぱりその医療従事者のやっぱりバーンアウトっていうのがやっぱり一番最初に来た問題の考えていたところで。で、その後、その堀江先生がやっぱりその、問題にされてたのは、実は堀江先生はその、高齢者の人たちが自分からその人工呼吸器を自分をつける、資格がないというような形で、自分たちがその線引きをするということを、非常に問題化されていて、で、その、ただその、医療従事者にとっては、ある種のその覚悟を求めてしまうようなところが、どうしてもその社会的な文脈も含めてあってですね、そこは実はアンケートをやると出てきたんですね、その意識の差というのが。だったので、私たちもやっぱりその医療現場の苦しさと、それから私もやっぱりその個人的にバーンアウトした医療関係者を大変たくさん身近に見てきたので、やはりそこのその、そもそもじゃあ根本的な問題とは何かっていったときに、一つは社会の中で、この議論ありましたけれども、その、じゃあ高齢者とかそういった形のところが、今先生がまさに意味軸も言われたリスクっていうところで、どういうふうにその社会の側から、透明性を持ってその判断基準が見えているかということ。で、その医療者がその、そうしたところの選択をしたときに、いわれもない別のそのロジックで、批判の対象になってしまうようなことが起きないようにするにはどうするかということですね。で、そのことをやっぱり私たち非常に深く考えていくべきだと思っていて、で、そのために少し根本的に遡って、これは他のシンポジウムの方々とすごく関連すると思いましたけれども、これまでいかに私たちが労働を考えるとか、医療現場ももちろん労働で成り立っているわけですから、であまりにもやっぱり医者っていうのは聖域になってきて、で皆さんのこうすっごくこう医療関係者の方の非常な尽力の努力がまさに当たり前のようになる。その役職にくっついて当たり前化されることがやっぱりすごく辛いことですけれども、本当はそこに労働という問題が考えられていて、いかに労働者としてきちんとそこが保たれているか、で他のところにも芸術もそうですけれども、その労働という形がいかにこの日本社会でもともといびつだったのか、でそしてその論理が生産性という形だけで語られること、そして貨幣換算されるというところだけでそれが語られてきた、そして時給という形で人格はないかのように思われてきたという、このあたりが、共通して見えてきたことかなと思います。なので、先生たちのそのご指摘は本当にまた後で共有して、こちらのシンポジウムのマニストもすごく多分それで先生たちのお話できちんとまた受け止めると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今のやり取りだけでも非常に面白かったです。それでは小熊先生、お願いします。はい、ありがとうございます。私もまず1点目は、先ほど大久保先生がご指摘になられた通りなんですが、本当に多面的なお話がいろいろ伺うことができて、大変勉強になりまして、大学ってユニバーシティってこういうことかというのを、なんか改めて実感させていただきました。もう1点は、多くのセッションの先生方がおっしゃってたのが、もともとあった問題がより見えてきたという、その隠れてもいなかったのかもしれませんが、従来からの課題がよりクローズアップされたというのがこのコロナの問題だったんだなということが、いろんな分野で共通していることだということが気づきをいただいたという、そんな感想を持ちました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、星先生、お願いいたします。はい、すみません、マイクをつけるの遅れました。一つですね、今度経済学者の立場から南学先生にちょっと一つ突っ込みたいと思うんですが、一つ日本のその病院の経営の問題を挙げられたと思うんですけれども、その経営でいろんなことをこう満たさないとやっていけないっていうのがあって、それがコロナの対応に遅れた一つの原因だったっていうことをおっしゃったと思うんですけども、そこが経営の問題だったら、金銭的な問題だったとしたら、そのコロナ対応を促すようなインセンティブをつけるっていうことはできたと思うので、そうするとそういうそこのところはもしかしたら絶対的な問題ではなかったんじゃないかなと、経済学者だと思ったりするんですけれども、その他の人手が足りないとかですね、そっちの方が重要な問題だったんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうかっていう質問で、あとは全体の話を聞いてまして、大体3つの共通点、いろんなのに共通するところが出てきたかなと僕は思ってます。一つは今、小熊先生がおっしゃった、すでに存在した課題が顕在化したっていう、これはいろんな面で吹き出したっていうことで、それをいろんな面でこれから解決していかなきゃいけないんだろうっていうことです。あともう一つは、いろんなセッションで脆弱性っていう言葉が出てきたと思うんですね。で、僕の研究の専門は金融っていうところなんですけども、金融システムっていうのはもう脆弱性の、一番よく現れているようなところで、大体10年に1回ぐらい、もうちょっと頻繁かもしれませんけども、金融危機が起こって壊れますから、でそれはもうしょうがないものだっていうか、必ず起こるもので、むしろ金融システムがうまくいくのが時々不思議に思うこともあるぐらいですから、その壊れることのためにその対応っていうのをいつも考えとかなきゃいけない、そういった面、それがその社会ではいろんなところにあるんだろうなと思いました。それから最後の共通点、これがいろんなところで出てきたと思うんですが、こういった問題の解決、それを考えるときのコミュニティの役割、連帯とか、強すぎない対とか、そういったことが言葉が出てきましたけれども、いろんなその解決の仕方はいろんなものがあって、市場、経済でよく使う市場とか、それから国家でその政府がやるとか、そのどちらでもないそのコミュニティ的な解決の仕方っていうのが重要になってくるっていう指摘が共通していたかなと思います。で、それをやってるところの一つの代表例っていうのは大学だと思うので、この意味でも大久保先生がおっしゃったように、大学の出番かなと思っております。素晴らしいまとめをありがとうございました。南学先生、ちょっとはい、簡単に応答お願いします。ありがとうございます。一番簡単とすると政府がインセンティブをつけたと言ってますが、全然足りないっていうのがその回答になります。その大幅に赤字が出るところにちょこっとだけインセンティブを与えて、GoTo なんかにお金使ってるぐらいだったら、やっぱりもっとちゃんと保証してくれないと全然病院立ち行かないよっていうのが回答です。はい、ありがとうございました。それでは、小林先生、お願いします。はい、ありがとうございます。もうなんか星先生がおまとめいただいちゃった後になんか話しにくいんですけれども、本当にいろいろなことを学ばせていただいてよかったなと思ってるんですが、先ほどですね、福永先生がおっしゃった、労働でを考えるということと、今までいかにですね、生産性と経済的な分野でこう評価するってことを考えてきたかっていうところなんですよね。で、その通りだなっていうのを改めて思うし、いつも文化政策とか文化貨政策の評価の部分などを聞いていてもですね、これまでにとりわけ新自由主義的にですね、数値での評価っていうことがすごく言われる中で、さらにその経済的な部分とか生産性っていうことが言われるようになってきたのは、この分野文化政策も同じなんですね。ただ今回のその、榎本さんの発言の中のところにもあったんですけれども、実はですね、例えば美術館とかそういうところに、これまでだとですね、特に制限を設けずにどんどん人が来てもらって、でそれによってですね、例えばその、これだけ人数が来ましたよと、鑑賞者が来たからということの部分を評価するという形で、文化政策の分野でも評価がなされてきたんですね。ところが、今回はですね、その安全安心のために人数を制限するというような評価の仕方というかですね、そういう仕組みそれ自体を入れるようになったんです。ですからもしかしたらですね、今回のそのやっぱり新型コロナによってですね、もちろんその安全安心を確保するからっていうことの部分もがもちろん重要な部分にもなってきたと思いますし、今までのある意味で、私たちの社会を評価していた軸みたいなものですねとか基準みたいなものがやはり変わってくるのかなっていう感じをちょっと受けたというのをちょっと改めて考えました。それが感想になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今の1週だけでもいろんな論点出てきてるんですけれども、だいぶ時間が経ちましたので第2部に入らせていただきます。第2部はですね、東京カレッジの、メンバーの方々から、ご質問していただくということです。1人目は東京カレッジのポスドクフェローでいらっしゃるマリア・テレギナさんです。マリアさん、お願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。私から福永先生と小林先生にご質問させていただきます。皆様がおっしゃったように、コロナ危機は各分野においてすでに存在していた困難や問題を明らかにし、解決すべき新しい問題を生み出しました。シンポジウム中、その問題の解決方法についてご説明いただき、誠にありがとうございます。本日はポジティブな側面についてお伺いしたいと思います。コロナ危機によって明らかになった医療制度、社会、文化活動の強み、あるいはこの危機によってもたらされたポジティブな進展や傾向についてご説明いただけますでしょうか。マリアさん、ありがとうございます。それではまず南学先生、お願いいたします。ありがとうございます。大変重要なご指摘だと思います。で、おそらく今回非常にその強みとして明らかになったのは、遠隔で何かをすること。これはそのオンラインの授業もそうですし、我々の分野ですと遠隔医療、これの重要性と有用性が明らかになったということだと思います。で、現在、厚労省も特例としてコロナ禍において電話診療、それからオンライン診療の制限を緩めていますが、それが実際非常に有効であるということが分かってきており、かつ世界各国ではこれが急激に広がっています。これは新たなこの医療の在り方として今後大きく進展することが予想されるとともに、ご指摘いただいたその医師の働き方の改革、あるいは地域の医療格差に対する解決策にもなりうるというふうに考えているので、これはコロナの中で分かってきた非常に重要な進歩だというふうに考えています。以上です。はい、ありがとうございます。続きまして福永先生、お願いいたします。はい、ありがとうございます。私は実はもともとの専門が実は環境とかリスクとかそういったところに非常に強いので、小熊先生が広げられたところのレジリエンスとかですね、その環境とこういったパンデミックの共通点みたいなものに非常に強くいろいろなものを信用的な議論を感じてたんですけれども、やはり今回明らかになった強みとしては、そうしたこれまでバラバラに語られてしかバラバラにしか語られてこなかったことの根っこにやはり共通の問題があるということが非常に分かりやすい形で顕在化したということですね。これはもちろん反対にネガティブだから顕在化したということがあるわけですけれども、誰の目にも対処が必要であるということが非常に強く明らかになったということです。で、もう一つは、前々から問題に対しては、割とパッチを当てるように、いろんな市民団体であるとか、さまざまなところがそれに応じて動いてきたところがあって、でそれもエスニシティだったりとか、歴史的なグループだったりとか、さまざまなところでやっぱりそれぞれが動いてたんですね。で今回、コロナ禍になって、やはり横のつながりがないと全く連携ができないということで、例えば教育であったりとか、福祉であったりとか、そういったところで動いてた人たちが、行政も含めて一気につながり始めたっていう、ネットワークの、新しいつながりが、またこれも必要に応じてなんですけれども、非常に見えてきたということです。で、なおかつそれがさっきの南学先生のご指摘に少し関連するのは、ネットを通じて非常に誰の目にも見えやすくなった、アピールをしやすくなりました。なので、SNS もそうですけれども、声を拾うのにやはり SNS を使うということがありますが、それと同時に資金を得るとかですね、市民団体のためにどのような形でファンディングをするかというところも含めて、非常に多岐にわたる可能性が出てきたということは、一つポジティブな側面かなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして、小林先生、お願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。私が見てる分野はですね、やっぱりそもそもが人間がやってる活動というところの部分がある中で、いろいろな状況が起きてもですね、結局は人間の創造的なクリエーションですね、のところは変えられないっていう部分がある中で、その重要性っていうのが認識できたっていうのは大きいですし、で、そのことがですね、社会によって、どう支えられているのかどう支えられてないのかっていうのが、見えたというのも良かったとは思ってます。それとあと良かった点ではですね、やっぱりこの分野においてはデジタルなですね分野に入っていくっていうことをあんまりやっぱりしてこなかったんですね。で例えば録画をするとかですねコンテンツを作るっていうのも実は、この実演芸術の部分はあんまりやってこなかった部分です。もうそもそも映画を作ろうとか番組を作ろうっていうところはやってるわけなんですけれども。この実演芸術と言われる部分はあまりそれに力を入れてこなかったんですね。ところが、今回の支援文化庁の支援も含めて、実際には、デジタルのコンテンツを作ったと。でそれをですねやっぱりアーカイブしていくっていう発想が出てきたんですね。ですからアーカイブすると今度それをさらに活用していこうっていう話になると思うので、それは可能性が広がってるんじゃないかなっていうようなことは思いました。それからもう一つはですねやっぱり今回の新型コロナウイルスの問題で、実はですね、オペラとかコンサートとかそういうタイプのもので、現在ですねコロナ危機にある国で実際に公演をやってるのは日本だけなんですね今。で、他の国々はもうみんなほぼロックダウンの中で公演が行われてないと。で今回それでも公演ができてるのはですねやっぱり科学的なデータをちゃんと集めてですね、つまり、ソプラノの人がですね、思いっきり歌ったらどのぐらい飛沫が飛ぶかとかですね、ホルンが、結局吹くとどれくらい飛沫が飛ぶのかみたいな実験も相当してですね、実際に今だとコンサート会場のですね前から5番目ぐらいまでは全てお客さんを入れないでですねやれば、飛沫の部分を十分に防げるだろうという形で実際に再開してます。そういう意味でですね、いろんな科学的な根拠が大事なんだって当たり前といえば当たり前なんですけど、そういうことにですねこれまであんまり関心を持たなかった芸術団体がその意味っていうことを理解してくれたっていうのはすごく重要なんじゃないかなと思ってます。以上です。はい、ありがとうございました。皆さん3要で、非常に面白い、回答でございました。続きまして2人目でございます。東京カレッジの准教授ミハエル・ハチウス先生ですね。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。東京カレッジ准教授を務めておりますハチウスと申します。本日先生方から貴重なコメントと客シンポジウムのまとめとのお言葉をいただきありがとうございました。私から一つ皆様に向けてご質問します。お聞きしたいのはですね、先読みが難しいとはもちろん分かっておりますが、コロナのような世界規模の巨大危機に対応するために、将来研究者はどのようなツールまたは研究方法、アプローチなどを身につければいいでしょうか。特にこれから研究者としてのキャリアパスを目指している若手研究者に、学際的アプローチも含めて今問われている研究アプローチへのアドバイスがありましたらお教えいただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それではまず大久保先生、お願いいたします。1のシンポジウムでも出たことなんですけども、エビデンスに基づいた議論をしていくためには、さまざまな研究のシーズンがないと、研究することができない。科研費のポリシーで言われておりますキュリオシティドリブンの研究、要するにやりたいことを提案してそれで研究を行えるような、こういったことはあることがですね、絶対に必要だと思います。ですから研究の対象はですね、各人のやりたいことをやるっていうのはやはり研究者にとって一番基本だと思います。ただしその研究がですね、どういって例えば社会に実装できるか、その方法論、この方法論ももちろん研究なんですね。この方法論も研究ですし、そういったことをぜひ全部自分でやる必要はないと思います。研究はチームでやればいいこと。ただ、どういう人がこういう研究をしているのか、どういう分野にそういう手法があるのか、そういうことを知っておくことは非常に重要だと思っています。そういった意味で先ほどの連帯っていうキーワードでもあると思うんですけども、全体の大きく広く視野を持ちながらやっぱり自分のやりたい研究をきちっとやること、研究者はそこのところを忘れないことが極めて重要だと考えています。以上です。はい、ありがとうございます。連帯という言葉が研究分野間の連帯という形で、広がりました。はい、続きまして小熊先生、お願いいたします。はい、ありがとうございます。なかなか難しい論点だと思うんですが、一つ申し上げたいのは、まあ古された言い方かもしれませんが、やはり分野横断的な研究に皆さんもっと若手の方にチャレンジしていただきたいということで、これ今日のお話からも明らかなように極めて多面的な課題としてのコロナの問題があって、これやはりある分野の方がとんがってそれぞれにやってもなかなか難しいことだと思います。で、実際の分野融合と言ってもですね、実際のところなかなか一つにギュッと一緒に集まってやろうって言っても、結局皆さん自分の専門がある程度確立した年齢になってくると、もしかしたら一人でもやったかもしれない研究をそれぞれがやっていて、ただ束ねられているっていう感じの連携になりがちかなというのが自分の研究も経験も含めて思うので、そうではなくてその立案のところから出だしのところから分野が混じり合ってやるようなことをチャレンジしてほしいなというのが一点です。それからもう一つは先ほど来あったすでにあった課題が顕在化したっていうところなんですけど、なんでそれがコロナで出てきたかなって考えると、結局のところ従来問題はあったのになんとかなってしまっていた。で、なんとかなっていたのは結局誰かが我慢していた、誰かが無理していたということなんだと思います。で、その無理が効かなくなったがゆえに破綻したというのがコロナ危機なのかもしれません。で、そういう意味では若手の方がリサーチクエスチョンを立てるときに、ぜひ古典的にある課題というか、それぞれの分野に昔からあるけどみんなあえてあまり触れてないような部分というのに目を向けてしっかり取り組んでいただけたらいいのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。いろいろな示唆に富む意見だったと思います。はい、続きまして、星先生、お願いいたします。はい、もうすでに大久保先生とそれから小熊先生がおっしゃったことに尽きると思うんですけども、次の危機っていうのは何が起こるか分かりませんから。まあ、僕は経済とか金融とかやってるんで、これ結構役に立つとはいろんなところに役に立つとは思うんですが、やっぱりいろんな知識がいると思うので、まあ、大学、それから学会全体でですね、一見役に立たないようなことも含めて、あるいは多分役に立たないようなことも含めて、もうそういったことを全部カバーしておくっていうのが重要なんだろうと思います。で、一人の研究者として、これから何を研究するかっていうと、これは大久保先生もおっしゃったように、自分の興味が向くところに行く、そのパッションを持てるような、そういった研究をするっていうのは一番重要だと思います。っていうのは、ここにいる方々、多分皆さん共感してくれると思うんですけれども、それでこれは学問の分野に限らないと思いますが、自分の好きなことをやってるんですけれども、その好きなことが嫌になるぐらいやらないとものにならないっていうところはあると思うので、これいろんな分野で同じだと思うんですけれども、そういう努力ができるためにも、やっぱり自分の好きなこと、パッションの持てることをやるっていうのが一番重要だと思います。はい、ありがとうございました。皆さん三種三様で、最後は研究者としての熱のこもったいろんなコメントが伺えて、非常に興味深いものでした。はい、それではいろいろなまだもっと議論したいこともあるのですが、そろそろ時間になりつつありますので、今スタンバイしていただいている総長からコメントをいただきたいと思います。おそらく皆さんの議論を受けてたくさんお話しなさりたいことがあるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。藤井でございます。本当に今日、議論、皆さんもうすでにいろいろおっしゃってますが、また、多面的な議論でですね。で、やはり、同じことを言うことになるかもしれませんが、やはり、社会の、このコロナ禍はですね、社会の、エクストリームな状況っていうのを、まさに作り出していて、で、いくつかのシンポジウムのレポートでも出てきましたが、やはり、その社会的弱者が非常に困難を、社会的弱者に困難を強いていると。いうふうな状況も作り出しているし、そういう社会の中にも、ともと存在していた弱い部分であるとか課題っていうものを顕在化させるということになっているということはよく理解できました。で、そのことが、我々が最近報道でもう日常的に目にしている差別であるとか分断あるいは閉塞感というものにつながっているのだなというふうに思うところです。で、これはもう今日は医療従事者のお話もありましたし、障害者のお話なども出てまいりました。それで、ここからはどうしなきゃいけないかということなんですけれども、やはりこれ、コロナ禍の話もそうですし、気候変動のお話も今日ありましたけれども、これ、同じように議論をされているわけですが、やはりその物質的、経済的な発展のみを目指すことの限界というのが、あらわになってきていると。いうことで、今日実は短期的な話としては、星先生がやはり経済の話と、この感染拡大の、防止の話とで、そういうことが起こっているということなんですけども、私が感じたのはですね、そういう人類の目前に困難が迫っているということとですね、やはり人類社会全体としてはかなり経済的物質的に発展してきているということを考えると、時間軸を非常に長くとってみるとですね、ある意味ややそういう今短期的に起こっていることっていうのも非常に長期的な中で起こっていることを少しちょっと写真しすぎかもしれませんけれども同じような構図が見られるのかもしれないなというふうに少し感じた次第です。でそういう意味でですね、やはり改めて人類が進むべき方向っていうんでしょうか、非常に長い時間軸で見たときには、いわゆる物質的経済的な発展ということだけではなくて、やはり社会的文化的っていうんでしょうかね、そうしたものを含めた、あるいは地球全体を考えた上での発展ということをどう考えるかということをやはりしっかり念頭に置かなくてはいけない、そうした発展を目指さなくてはいけないと。いうことで、これは実は福永先生ですかねが岸君も労働に対する考え方のところでもやはり経済的な価値だけっていうことをしかカウントされないっていう状況があるとかですね、それから小林先生のお話もまさにそういう観点が出てきたと思うんですけれども。そうしたことまで含めて考えなくてはいけないということを我々にある意味突きつけられているということが今の状態かなというふうに今日は本当にそういう意味ではそういうことを非常に多角的な視点からそれぞれおっしゃっていただいたというふうに思いました。でやはりそのような発展を我々はどう考えるかということで、これも後半の議論で出てきましたけども、やはり単独の専門性だけで解決できることではないですし、やはりさまざまなこの知というものを持ち寄って、今日はテーマはコロナ後の社会の構築ということですので、まあ、これを進めていかなくてはいけないんだなということで、まあ、やはりそういう意味で大学というのは、まあ、まさにそのそうした、まあ、今日の議論だけでも先生方がこの間やっていただいたシンポジウム、一連のシンポジウムのから持ち寄られたですね、こう議論だけでもそうですし、まあ、やはりその大学という場所はさまざまな組織であるとか個人であるとか、そうした人たちをこう結ぶ存在っていうんでしょうか、であるべきですし、まあ、そうありたいというふうに思うわけですね。でその中で、まあ、これは今新しい大学の在り方を考える上でも、まあ、私が、まあ、ある意味こう前面に出して申し上げていることですけれども、まあ、対話っていうことをですね、しっかり、が起こるようにしていきたいと。こう対話がそうしたさまざまな、バックグラウンドの組織であるとか個人が、対話できる、それを促すような場で大学としてはですね、ありたいということで、まあ、それによってこう広がる、まあ、共通の理解であるとか、まあ、共有できる価値観であるとか、まあ共感といったものをですね、あるいは最終的にはそれがこう信頼というものの構築につながらなきゃいけないと思いますが、そうしたものを通じてこう今後のその社会の在り方についてのこう創造的に解決策を、まあ、探っていくと、まあ、そういう場に、まあ、大学としてはやはりなるべきだろうなというふうに考えていまして、まあ、そのような東京大学としてもですね、ぜひそのようなこう対話をまあ、常にこう促せるような場になれるといいなというふうに考えているところです。で、まあ、その意味でまさにこの、東京カレッジのこの、これは6回ですかねにわたるシンポジウムということだと思うんですが、まあ、非常にそういう意味でのアクティビティとしては恒例だというふうに思います。まさにその学内外のさまざまな分野立場の方がすでに先生方がそれぞれおやりになったシンポジウムには参加しておられるわけですし、まあ、その意味で今後の社会を描くというのもまさにこのテーマとしてもですね、こうした対話を通じてやっていくということが、まあ、本当にそういう意味では大きな意義があることであろうというふうに思います。で、まあ、そのような東京大学の中でもですね、そういう意味でそれぞれがそれぞれの分野でそのコロナ禍に対応するような、まあ、議論であるとか、まあ、あるいはそのポストコロナでどうあるべきというふうな課題に向けたご研究であるとか、そうしたことを進めておられるというふうに思いますので、まあ、私自身はこの4月から総長職に就いたわけですけども、そうしたアクティビティをしっかりこう後押しできるようにしていければなというふうに考えるところであります。それと、まあ、結び最後ですけれども、本日お聞きいただいているですね、皆様、今はどれぐらいいらっしゃるのか、ちょっと手元には数字は分からないんですけども、にはですね、今後もこのぜひ東京カレッジが主催するさまざまなイベントにご参加をいただきまして、これは、まあ、申し上げましたように、東京大学を介していろいろな方との、あるいはいろいろな組織、あるいはアクティビティとのこの対話というものにまあ、機会というふうにしていただければいいかなというふうになことを申し上げまして、これはまあ結びでこれで終わっちゃっていいんでしたっけ？私からのコメント。本日はどうもありがとうございました。はい、藤井先生、どうもありがとうございました。今、対話と共感という言葉が出ましたけれど、これは実はその新総長がこれから出す、まあ、プランですね、コンパスというものなんですけど、それのキーにもなっておりまして、そこでは例えば星先生が、コロナ後の経済と生活というところでさまざまな分野のトランスフォーメーションが、まあ、必要になってくるってことをおっしゃいましたけれども、それと同様に例えばデジタルトランスフォーメーションとかコミュニケーショントランスフォーメーションとかマネジメントのトランスフォーメーションとか、まあ、そういうようなことがキーワードとして入ってまいりますので、まあ、まさに今日のシンポジウムともリンクするような内容ではないかと思います。はい、藤井先生、どうもありがとうございました。それではこれで今日のですね、連続シンポジウムの総括シンポジウムを終わりにしたいと思います。本当に内容が多岐にわたりましたので、聴衆の皆様にとってもさまざまな思考を呼び起こすようなきっかけ、となりましたことを祈っております。また、これまで開催した各回のシンポジウムは東京カレッジの YouTube チャンネルで配信しております。詳しくは東京カレッジのホームページをご覧ください。よろしくお願いします。はい、それでは皆様お疲れ様でした。これで本日のシンポジウムを終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。